スのイベントですって。こんなところで。すげえな。どれ？へえ、ファイヤーダンスってやつだっけか。こんなところで見られるとは思わなかったな。お？あれ、どこかで見た顔な気が。はっ！ふぅ、すげえ！最高だな。よかったわよ。セッキューセッキュー、大海原ライセンススクールを今後ともよろしくね。大海原ライセンススクール、これって俺が昔横浜で利用していた大海原資格学校の系列校ってことは、あの見覚えのある男は、あれあれあれ、春日くんじゃない？い、怒り。いやー、まさかこんなところで春日くんと再会できるとは思わなかったよ。あー、久しぶり。ああ、久しぶりだな。なんで春日くんはこんなところに？君みたいなやつはどん底の町偉人町でぬくぬくと井の中の蛙として永遠に生きていくと思っていたのに。相変わらず失礼なやつだな。まあいろいろと用事があってよ、一時的に来てるんだ。おめえこそこんなとこで何やってんだ？仕事だよ、仕事。仕事？おめえ就職できたのか。ふん、まあね、ようやく社会が僕の素晴らしさに気づいた、時代が僕に追いついたってやつさ。で、どこに就職したんだ？それはここさ。ここって大海原ライセンススクール？ああ、あの後もなかなか僕の価値を理解できる先見の明がある企業が現れなくてね。こんな優秀な人材を放っておくなんてもったいない。ということで大海原資格学校が僕を雇ってくれたってわけさ。まあ僕は今や資格を200以上持っているからね。僕以上にこの学校の職員に適した人材もそうそういないでしょう。確かにそう言われればそうかもしれねえな。で、ここの校舎に勤務することになったと。ああ、もともとは偉人町の校舎で働いていたんだけど、ちょっと、いろいろあってね。いろいろ？ああ、男と女のね。男と女？ああ、そういやおめえ受付の女の子に恋してたもんな。もしかして振られて気まずくなってハワイまで逃げてきたとか？ギック、ギクギクギク！なんでわかるんだい？君は占い検定でも持っているのかい？いや、まあおめえのことだし予想つくし。ああ、実はそうなんだ。自分としては精一杯の思いを伝えたつもりだし、絶対成功すると思っていたんだけど、こっぴどく振られてね。なかなか顔も合わせづらくなってしまってさ、このままずるずる引きずるのもいけないと思って一念発起して海外赴任を申し出たんだ。はあ？恋愛は理屈じゃないし暗記でもない、どんな資格よりも難しいものだな。どこかに好きな人と絶対に両思いになれる恋愛検定があるのなら僕は喜んで受けるだろう。はいはい。で、ここで働いてるのは分かったけど、
なんでさっき踊ってたんだおめえ。ああ、あれも仕事だよ。宣伝イベントってやつさ。僕はこう見えてもファイヤーダンサーとしてのライセンスも取得しているからね。ライセンスを仕事にも生かす。どうだい、資格学校職員の鏡だろ。ああ、そこに関しては本当にすげえよ。ちょうど今入学金免除キャンペーン中でね、生徒集めに力を入れまくっているんだよ。そうだ春日君、君また入学しない？え、また？ああ、どうせ君のことだ。頭スカスカだから、以前取得した資格のことも詰め込んだ知識も全部失っていることでしょう。本当に失礼なやつだな。まあ当たってるけど。おっほほ、なら話は早い。また一から始めるのがいいさ。こっちの学校は偉人町とは違って、ハワイにちなんだライセンスもたくさんある。ハワイ生活にも役に立つし楽しいと思うよ。どう？興味あるだろう？ねえ、まあ。よし、じゃあ全部張りアップだ。入った入った。ここが大海原ライセンススクールか。なかなか立派な建物だな。ふふん、そうだろう。優秀な僕には最適の職場さ。ようこそ大海原ライセンススクールへ。入学のご希望ですか？ん？こんにちは。うわ、ルル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 ルラちゃん。おめえ、まさか今度はこの子に恋を。ああ、恋はノンストップ。もう僕を止められる人はいないよ。また一方的にアピールばっかしてると振られちまうぞ。同じ失敗を繰り返さない、それが僕、イカリという男さ。君も知っているだろう。就活で100回くらい落ちてた男がよく言うぜ。受付の前田ローラと申します。どうぞこちらへ。ああ、ねえじゃねえよ。はいだろうが、さっさと行け、行きなさい。ローラちゃん待たせるんじゃないよ。うるせえな。ただいまキャンペーン中でして、入学金は無料となっています。新規ご入学のお手続きを進めてよろしいでしょうか？ああ、春日一番だ。手続き頼むよ。ローラちゃん、僕が、この僕が勧誘したんですよ、君のために。フォーユー、フォーエバー。ありがとうございます、イカリさん。どうもいたしまして。うるせえからどっか行けよ。イカリから説明があったかもしれませんが、本校はライセンススクールとなっています。ライセンスを取得すること自体も大切ですが、取得を目指す中で自分を磨き、人間性を高めるというのが本校の最も重視している点です。春日さんをさらに成長させる場を提供できるようサポートしてまいりますので、よろしくお願いしますね。ねえ、こちらこそよろしくね、ローラちゃん。おめえがローラちゃんと呼ぶな、なれなれしい。ところで、今はお試しキャンペーン中でして、入学金だけでなくライセンス試験も一度無料で受けることができるようになっています。この機会にいかがでしょう。実際に一度やってみるのがシステムの理解にも最適かと思いますし。へえ、試験の挑戦も無料でできるのか。ならダメ元で一度やってみてもいいかな。やってみてもいいかなじゃない、ローラちゃんが進めてんだから問答無用だ。さっさと受けろ受けろ、死ぬ気だな。おめえ本当にどっか行ってくれよ。それでは準備ができたら私にお声掛けください。よろしくお願いいたします。
お試しで試験を一度受けてみましょう。ああ、OK だ。どの試験を受けますか？こちらの試験。それではやってみましょう。絶対受かれよ。よっしゃ、一発合格達成だ。へえ、意外だね。春日くんは元がいまいちだから、不合格だったら友人としてもうこの資格は諦めろって言うつもりだったんだけどね。ぶっつけ本番ですごいですよ。ぜひこの調子で他の資格にもトライしてくださいね。今回は一発合格でしたが、一回で合格できないものもきっと出てくるかと思います。そんな時は間違えたところを復習してまた挑戦してみてください。諦めるのが一番ダメです。資格はとにかく何度もトライすることが大事です。間違えた問題を解けるようになればどんな資格も絶対合格できますから。そうだね、ありがとうよ。ローラちゃん熱いこと言う。そういうところが素敵よ。というわけだ、何度でも挑戦したまえ。諦めるなんて言語道断だ。君ならきっとできるよ、春日くん。はいはい。しかし次はどの試験を受けるかとかいろいろ迷うな。そうですね、迷うこともあるかと思います。ぜひ私に相談していただければ。いや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 、ローラちゃんのお手を煩わせるわけには参りません。ここは私イカリが対応いたしましょう。春日くん、困ったことがあったら何でも聞いてくださいね。そいつはどうも。それでは今後ともよろしくお願いしますね、春日さん。頑張ってみるよ。